なんでおい、おちゃらけた健太なんて最初からお呼びじゃねえんだよ。人のこと茶化して、自分のほころびごまかすような健太、そんなやつに用はねえんだよ。俺が会いたかったのは、そう、今日俺と戦ったお前みたいな、そう、今日の健太だ。まだ殴り足りねえよ。殴らせてくれよ。おい、お前殴らせてくれよ。おい、勝っちまったな今日も。どういうこと、来てる時なんかやった？マジ G1 の時からすごいじゃん。お前の力すごいな。なあ、言うんじゃねえよ。調子乗んな。俺が勝ったんだよ。なんでお前の力なんだよ。ふざけんなよ。俺だろ試合して、お前何もしてねえだろ。太りやがって。お前いくつだ年？23です。老けてんなおい。老けてんなおい。そろか。いや、きつかったな正直。いや聞いたわ、聞いた、マジで聞いた。でもまあ勝ったのは俺、負けたのが水木、それが事実だから。高山さんが見て喜んでくれる試合やったらいいな。お前昨日何の日か知ってる？知ってんの？俺の誕生日知ってた？なんかあの、何もねえのかよ。違う、こうしちゃいられないよ。メイン見ないと。こんなこと、くだらないことお前と話してる時間じゃないよ。メイン見て、次の相手しっかり見極めないとな。分かった。ああ聞いた。でも勝ったの俺。聞くが何が言いたいかっていうと、20代から30代になった時もまあいろいろ思うことはあったけど、30代からまた40代になった時もまたなんか特別な思いあるよねってこと。後悔なく生きろよお前も20代よ。